埼玉市図書館は埼玉県埼玉市が運営する公立図書館本館である中央図書館は浦和区の浦和駅前にある市内に25の常設図書館を有し、延べ約358万点の資料を収蔵している。蔵書数は市町村図書館の中では横浜市立図書館、大阪市立図書館に次いで国内第3位である。図書館法第10条 埼玉市図書館条例に基づき設置、運営されている。2001年の埼玉市発足により、浦和市立図書館、大宮市立図書館、与野市立図書館が統合され、埼玉市図書館として再編された。2005年には岩月市編入により、岩月市立図書館も統合された。本館機能は2007年にストリームビル内に設置された中央図書館にある。 埼玉市図書館は一人当たりの図書館貸し出し数が、政令指定都市の中で最も多く、これは特に旧浦和市エリアの文京都市という、地域柄の影響を受けているためである。なお、政令指定都市に限らなければ、国内6位であり、同じ埼玉県内でも富士見野市の方が多い。埼玉市図書館は、浦和市、大宮市、与野市が合併して、埼玉市が設置された際に、 合併前の三市の私立図書館が統合して設立されたものである。その後、岩月市の編入に伴い、岩月市立図書館も編入となった。ちなみに、大宮市立図書館は1924年、与野市、岩月市の市立図書館は1971年、浦和市立図書館の開館は1974年である。浦和市立図書館の開館が遅かったのは、 大正時代から埼玉県立図書館が浦和市内に所在したからである。1960年に埼玉県立浦和図書館の館社が新築した際も浦和市が建築費用の一部を負担した。現在は逆に埼玉県立浦和図書館が廃止となっている。その理由は老朽化に加え周辺に埼玉市図書館が4館あることが起因している。 廃止反対の声もあったため、大体として、県立熊谷図書館の浦和文室が埼玉県立文書館内に設置されている。歴史を遡れば、1914年の私立浦和簡易図書館の開館にまで行き着く。1924年には浦和町にこの図書館が移管されて、小学校に併設される形の私立少年図書館となった。世のも同年。 岩月は1928年に町立図書館を設置するなど、1924年から1942年まで、現在の埼玉市域に旧市町村立の図書館が設置された。戦争の激化によって、大宮市立図書館以外の図書館は閉館へと至ったが、戦後の1952年に大宮市立図書館が再開され、その後世の岩月、浦和の順で、 戦前との継続性を立つ形で私立図書館を設立した。大宮西部図書館を発着点とする移動図書館舎アジサイ号が、K18 のサービスステーションを2週間1回の頻度で巡回できるような日程で運行されている。臨時に休館したり開館したりすることもある。そのため、本の最後の方に硬いカードが挟まれている。中央図書館には、 日本初の自動返却機が設置されている図書館サービスのうち、蔵書資料の貸し出しや予約などには予約者カードが必要となる。利用者カードを作成するときには、以下の住居を証明できる資料のうち1点を持参する必要がある。上尾市、川口市、戸田市、蕨市、川越市、春日部市,市、蓮田市、稲町の在住者であれば、 埼玉市民と同様に図書館のサービスを利用できる。ありがとうございます。